東京中央郵便局は東京都千代田区にある郵便局。郵政民営化直前の分類では周廃普通郵便局だった。局番号は01615。同地にある郵貯銀行本店についても投稿で扱う。住所、郵便番号100-8994東京都千代田区丸の内2丁目7番2号 JP タワーあたり、郵便局は交通の便に恵まれ。 丸の内のオフィス街に隣接している。前身である四日市郵便役所は1871年の日本の近代郵便制度発足時に大阪郵便役所、西京郵便役所とともに設けられた日本最初の郵便役所の一つである。また大阪中央郵便局とともに日本初の中央郵便局でもある。日本国内に存在する 全郵便局の中枢であり、局長は現場の最高職である。1933年から局舎建て替えの一時期を除いて、東京駅の丸の内駅舎南口前に立地している。局舎完成前の1915年には、局舎と駅舎との間を結ぶ地下通路が開通しており、ここを通じて鉄道郵便物のトロッコ輸送が行われていた。 トロッコ軌道は1941年に廃止、撤去されたが、以後も地下通路は、局、駅間の郵便物搬送に使用され、三和式の郵便物積載台車を、蓄電池式牽引車で牽引して運搬する方法が、取られた。この地下通路は、東京駅での鉄道郵便受け渡しの終了により1978年に廃止されたが、 東京駅構内部分の地下通路は現在も利用されている。2007年の郵政民営化に伴い、郵便事業丸の内支店及び、郵貯銀行本店を設置。翌2008年まで、毎年11月1日の、お年玉付郵便はがき発売イベント、及び、同12月15日の年が、郵便受付開始イベントが行われていた。2008年7月22日、 東京中央郵便局の再整備計画に伴い、中央区八重洲の仮局へ移転した。なお、仮店舗移転中は、これらのイベントや記念切手などの発行日における、初日印の応印サービスは、京橋郵便局及び、郵便事業京橋支店で実施された。その後、2010年に、郵便事業京橋支店が、郵便事業春見支店に移転、解消したため、以降は、 郵便事業会社の応印は日本橋支店に再度変更された。かつては日本最大級の郵便局店舗だったが2008年5月に郵便事業丸の内支店が郵便事業銀座支店への統合で集配事務が廃止され同年7月の旧局者から仮局への移転を機に郵貯銀行本店が単独店舗化して別の場所へ移転し仮店舗においては 悠々窓口も開設されなかったため、仮店舗は店舗周辺に数多くある郵便局とさほど変わらない規模となっていた。その後、旧局者敷地に建設された超高層ビル JP タワーの竣工に伴い、2012年7月17日に JP タワー宛総務内移転した。JP タワー移転後も記念応援に関して、 東京中央郵便局における応印は、東京中央郵便局窓口等では行わず、京橋郵便局内に、東京中央郵便局の記念応印特設会場を開設して実施されている。また、旧事業会社分の応印も、今まで通り、日本橋郵便局で行うとの発表があった。また、 毎年11月1日恒例のお年玉付け郵便はがき発売イベントや12月15日の年賀郵便受付開始イベントは2012年は前年と同じく京橋郵便局で行われた。かつては以下の施設が併設されていた。旧大手町分室旧丸の内分室かつては以下の分室が存在したが現在はすべて廃止されている。住所 郵便番号100-8996東京都、千代田区丸の内2丁目7番2号 JP タワー1階郵政民営化により、急に本郵政公社の貯金関連業務を継承して、発足した、ゆうちょ銀行の本店。なお、ゆうちょ銀行本社とは別の場所に立地している。ゆうちょ銀行を代表する本店であるとともに、東京都内の直営店を受け持つ、統括店でもある。 民営化前には大手町にある東京国際郵便局究極者への入居も検討されていたこともある。発足当初と現在は東京中央郵便局に併設されているが2008年7月22日から2012年7月16日までは局者の建て替え工事に伴い丸の内2丁目の優先ビル1階に移転、八重洲移転した東京中央郵便局とは 別立地となっていた。明治時代の電信室の様子かつて、ゆうちょ銀行本店が入居していた優先ビル、東京中央郵便局、2008年から2012年までのカルテンポ1933年より2008年まで使用された、究極者、ブルーのタウトは、モダニズム建築の傑作と称えている。また、日本を代表する近代建築の一つとして、 1999年に、ドーコミウーモの日本の近代建築20戦にも選定されている。究極者6月撮影低層部は、旧建物を復元し、完成丸ビル側から見た、低層部東京中央郵便局の内部ライトアップの、様子旧所在地での開局以来、日本の重要な中央郵便局として知られているが、郵政民営化の検討の前後から、休庁舎は、 都心の一等地に位置していることなどから再開発によって高層ビルに建て替えられるべきであるとの議論がなされてきた。日本郵政株式会社は2008年6月25日東京中央郵便局の具体的な再開発計画を発表した。要石率の低利用という課題を克服するためである。既存の局舎は歴史的価値が高く保存を求める声が強いこと。また、 東京駅などの景観との調和を図るため、外壁を可能な限り保存、活用し、その後ろに接する形で地下4階、地上38階建て、高さ約200メートルの超高層をビル、JP タワーを建設する計画となっている。千数百億円にも上る、総事業費は、郵便局会社が全額出資する。同社においては、年間300億円に達する賃貸収入により、 毎年約100億円の利益向上に結びつくという。再開発によって誕生する JP タワーは折り紙をイメージしたガラス張りのビルで吹き抜けの多目的スペースのほか、1階には東京中央郵便局、2階から上には商業施設やオフィスが入居する予定となっている。また、東京駅や東京国際フォーラムと持ち稼働で結ばれる。この開発により、 東京駅丸の内側の地下空間は、東京駅を中心に一体的につながることになり、丸ビル、新丸ビルなどとの連関性が高まり、都市機能が高まるとされる。同ビルの設計は、三菱地所設計が、建築家、ヘルムートヤーンと共に行い、2012年に、竣工した。当初の計画においては、旧庁舎は、外壁の2割のみが保存され、残りは、 全くの新築となるとされていた。日本建築学会と日本建築家協会は、旧庁舎が戦前の優れた近代建築の一つであり、駅前景観の重要な要素となっていることなどから保存すべきであるとして保存要望書を提出している。二千七年六月、超党派の国会議員が参加する東京中央郵便局庁舎を国指定重要文化財とし、 首都東京の顔として将来世代のために長く保存活用を進める国会議員の会が同乗者の保存を申し入れた2008年5月建築関係の専門家などによって構成される東京中央郵便局を重要文化財にする会による再開発計画に対する疑義が提示された日本郵政は局舎の保存方法について 第三者の有識者による歴史検討委員会からの報告を踏まえて今回の再開発計画を策定したとしている。しかし実際には同委員会を構成する7名中6名が全面保存を求めていたことから同委員会の検討プロセス報告書に書集の各委員の各論兵器となっている報告書本文の内容と報告書形質の設計コンセプト及び 日本郵政側の委員会の報告を踏まえて作られたはずの現在、提示されている設計案の間に重大な乖離がある。最初から部分保存の結果ありき、アリバイ作りと指摘する声もある。2009年2月26日、当時の総務大臣、鳩山邦夫は衆議院総務委員会において2007年12月の文化庁次長による中央郵便局は、 重要文化財に値するものとの答弁を踏まえ、重要文化財の価値を有する建物を再開発で取り壊すのは時を焼き鳥にして食べるようなものと答弁し、同再開発計画の見直しを明言した。2009年2月27日、鳩山総務省は閣議後の記者会見で文化財保護の観点から再開発計画の見直しをすることで、塩文部科学大臣と 同意見であると述べた。同年3月4日、鳩山総務省は東京中央郵便局を重要文化財にする会の訪問を受け、東京中央郵便局を重要文化財として保存する要望書を受け取った。その席において、同会会長の前のマサル東京芸術大学名誉、教授は有識者の報告を踏まえて、 事業を計画したという日本郵政側の説明は事実と異なることを主張。有識者は全面保存を求めていた。まさしく踏まえれば高層ビル計画には至らなかったと述べた。老朽化が建て替えの理由にされていることについて平成8年の耐震補強工事で庁舎の構造は建築基準法の強度をほぼ満たしていることなどを説明した。これを受け、 鳩山総務省は会談後に現地を抜き打ち視察。重機に削られて散らばった外壁タイルを見て、このままではどんどん壊される。一時的にせよ、工事は止めるべき。日本郵政は、強引と述べた。日本郵政の西川義文社長は、再開発を計画通りに進めていく方針である、ことを2009年3月3日の記者会見において、述べた。しかし、 同年3月9日には、日本郵政の公式見解として、旧庁舎の保存部分を拡大する方向で、再開発計画の見直しがされることが発表された。これを受け、鳩山総務省は、同年3月10日の記者会見において、時を焼き鳥にして食わないで、剥製が残るような設計変更を、お願いし、再開発をしてもらうと発言。 旧庁舎の保存部分を拡大した上で再開発を進めるとする日本郵政の提案に同意した。同日、東京中央郵便局を重要文化財にする会は、塩谷立文部科学省と面会し、あくまでも旧庁舎の全面保存と重要文化財指定を求める内容の要望書を手渡した。この件について、森法省は同年3月11日の法務 法務委員会答弁において、経済合理性のみ追求する姿勢とか、世の中というのはあまり好ましくないと発言した。2009年3月11日、日本建築学会から、旧庁舎の保存を求める4度目の要望書が出された。同文中では、東京中央郵便局庁舎、大阪中央郵便局庁舎には、国指定の重要文化財の水準をはるかに超える価値があるとされ、 外観だけでなく、構造を含めた保存を求めている。規制事実のように、新聞各紙に連日報じられている、保存部分のありましで、文化庁と妥結であるが、都市計画決定に際し、西側街路、地下街路の形状変更がなされているにもかかわらず、この妥協案についてすら、日本郵政内で真摯に討議してこなかった経緯が、意味軸も露呈した形である。 計画の見直しによって、旧庁舎の保存部位は3割に増加した。しかし、この数値では、登録文化財、指定文化財の過去の実績からは、外れている。2009年3月11日の衆議院、法務委員会での質疑では、郵便局会社の株式は、日本郵政が保有、その日本郵政の株式は、国が保有ということ、すなわち、財務大臣が、 株主の権利を行使できること、また、日本郵政株式会社の取締役は、総務大臣の許可を受けなければその効力を発し,しないということが、政府参考人から明らかにされた。2009年3月、日本経済新聞と毎日新聞は、再開発の中止、旧庁舎の全面保存案について批判的な記事を発表している。両紙の記事は、 もしも計画が中止になれば、建設会社への多額の賠償金が発生し、郵便局会社の経営は大きな打撃を受けると指摘している。さらに、毎日新聞は再開発によって得られるテナント収入は、郵便局会社の収益力の弱さを補うために必要であるとしている。日経新聞は、旧庁舎が歴史的価値のある建物であることは認めた上で、一等地が 郵便集配の拠点に過ぎないことは、郵政民営化前から、資産の無駄遣いであると批判されていたことを指摘している。一方で、2007年末、週刊ダイヤモンドは、再開発の中止、旧庁舎の全面保存が郵便局会社の経営を危うくするとする論拠は、疑わしいと主張する記事を掲載している。近隣で高密度の超高層化を推進している。 三菱自所が公社機の末期から日本郵政株式会社に4名を出向させ、元の所属である三菱自所と密接な関係のある三菱自所設計に基本設計等を発注していたこと、さらに大成建設が今回の再開発事業の施行を受注する以前から、同局者に関する各種調査の匿名随意契約で受注していたことが公共工事のあり方として、 問題なのではないかという見方も出ている。ありがとうございます。